Well, hello everyone. Welcome to our LifeWave Connect webinar. This is 皆様こんにちは。LifeWave Connect webinar へようこそいらっしゃいました。これは Connect webinar シリーズでは最初のミーティングになります。これは皆さんと一緒に訓練をして、そして皆さんのビジネスを助けするものです。これから月に2つのウェビナーを行います。最初はビジネス関連、もう一つは精神関連になります。そしてまた、その皆さんの住んでいる地域によって、私どもは1日に2つのウェビナーをしております。ですから皆さんのご都合の良い時間帯にアクセスしていただきたいと思います。そしてログインして、そしてそのウェブナーを通して LifeWave ファミリーの一員にしてください。今晩私どもは中国語、英語、中国語、そしてスペイン語、日本語でこの放送をしております。日本語で音声を聞きたい方は右下の通訳ボタンをクリックして日本語を選択してください。これは同時通訳になります。それをクリックしますと今日プレゼンテーションを行うことをお聞きになることができます。このウェブナーに参加してくださったことに感謝をします。で皆さんのところは何時になるか分かりませんけど、世界中からたくさんの人がこのウェビナーに参加しています。皆さんに感謝をします。今日のトピックはカスタマーの獲得と、そしてディストリビューターの獲得と、そして定着ということについてお話をしていきます。そしてまたテクノロジーを使うことによって、アプリを使うことによりよくビジネスを展開する方法についてもらいます。今日のゲストはライフベイニーのビジネスには割と最近参加した方ですけれども、すでに大きな成功を収めています。彼女は他のそのネットワークビジネスで成功を収めた方です。そしてこれまでも人々と結びつき、そしてそのカスタマー、そしてディストリビューターを獲得し、そして定着することがその成功の中心になっているわけです。ではコニーさん、皆さんにあなたについてちょっとお話をしたいと思います。申し訳ありませんが、ちょっとプライバシーについてお話したいと思います。コニーさんと家族はその2人のお子さんですね、アリゾナに住んでいらっしゃいます。そして彼女は30年以上もですね、そのスタイリングの方の仕事をしていらっしゃいました。そしてまたその会社の健康ということに対してですね、非常に中心的に成功を収めてきた方であります。そしてまたネットワークマーケティングでも長年の成功経験があり、成功を収めています。コニーさん、本当にようこそ。そして今日お話をしてくださるのに感謝をしています。そしてこのコネクトのウェブナーにお話しする機会を与えてくださって心から感謝をします。大丈夫ですか、コニーさん、いらっしゃいますか。大丈夫ですね。今日本当に参加してくださって、そのサポートということについてお話をすることができて、していただくことを感謝しています。お二人で話をしましたけれども、人はネットワークもワークマーケティングに参加するにはさまざまな理由がありますよね。例えばもっと情熱を持てるものを見つけたということ、そしてまたテクノロジーについて情熱を持っている方たちもいるわけなんですけれども、今日はあなたはそのカスタマーがですね、なんか素晴らしいテクノロジーを知っていることができるようになるにつれて、より良い成功を収めることができるということですよね。この業界ではですね、このカスタマーのその重要性というのを私たちは過小評価しがちです。しかしながらこれは本当に大切なものですよね。もし私たちがカスタマーとそのビジネスビルダーである人たちをですね、私たちがバランスをより取ることによって、より
定着する、そしてより長も続きするビジネスを構築することができると思うんです。ですからカスタマーの大切さということについて私たちはもっと注意を払うべきだと思います。そのカスタマーというのは必ずしもその収入については関心がありませんね。その効果のある製品を、そしてより安い価格で提供してもらうことに関心があるわけです。ですからカスタマーになるわけですよね。ですからカスタマーが求めているものが何かということを理解することが重要なんです。カスタマーの価値を理解し、そして彼らが望んでいるものを理解することの大切さということをおっしゃいましたけれども、時々私たちはカスタマーにお話をするときに、でも将来ディストリビューターになる人という意味でお話をすることがありますよね。どうですか、あなたはそのカスタマーに製品についてどのようにお話をするんでしょうか。そして製品について特にどうお話をしますか。私はですね、いつもよく耳を傾けることを傾聴することが大事です。私はストーリーを語るのが好きなんです。そしてそれが得意だと思います。人が望むものはストーリーで、そしてストーリーを通して私たちはビジョンを分かち合うことができるんですね。と必ずしも自分のストーリーである必要はありません。特に私がパッチこの会社に入った時にですね、パッチはあまり知らなかったんですね。しかし主人が使った時にとても効果があったので彼のストーリーを借りました。そしてストーリーを通してですね、さまざまなそのパッチについてお話をした後で、まあ、もっともっとストーリーが生まれていたわけなんです。そしてカスタマーがその関心のあるもと、その人の心に響くストーリーをその共有することができるようになったんですね。私のビジネスパートナーのロビーが教えてくれたことなんですけど、情報ですね、まあ、でも私は情報が好きですけれども、情報に関心のない人たちもいますよね。その私のパートナーというのはですね、何かに関心の製品について関心のある人にはですね、あなたは情報たくさん欲しいですか、少し欲しいですか、それとも情報は関心がないですかと質問するんです。私は URL を通してですね、ビデオもあるし、さまざまな情報が載っていますよね。そしてその情報が欲しい人たちにはそれを紹介することができます。しかしながら私が最近見たのはですね、アプリの効用なんですけれども、そのアプリを使うことによって 2,3 分あるいは4分ぐらいでその関心のあるビデオとか情報を得ることができます。そしてもっと欲しい人たちには別のそのビデオを進めることができるわけです。ですから何か好奇心をくすぐるためのビデオを送るということ、あるいは Facebook を使ってですね、あなた何を今してますかということもできますよね。そこから始めることもできます。そのアプリということは、今全ての言語で提供されているわけではないんです。今そのことについて今頑張っているところです。しかしあなたが今お話ししたこと、このアプリは素晴らしいということを本当に同意します。情報を提供すること、そして、それをどなたが見ているかということが分かり、それを一緒に共有することができるということ、そしてその人々の関心をそれでそそることができるということが素晴らしいですよね。そしてアプリを使うときにですね、そのビデオがどういう影響力があったかということができるだけではなくて、それを使ってフォローアップをすることもできるわけですね。そのカスタマーの中にはあるいはディストリビューターの中にはパートタイムで仕事をしている人もいますよね。フルタイムの仕事をしながらこの仕事をしている人もいますから、その
そう、どういうことに関心がありますか、どういうことを助けてあげられますかと尋ねることができます。そしてそのアプリを使うことによって、その短いフォローアップをすることができます。忙しい人にとっては 適切なものですね。その研究し、あの調査結果を見るとですね、73% の人たちが最初の24時間にそのビジネスの決断をするということなんですね。これは素晴らしいですよね。そして私が何かのビデオを紹介するときには、その人が何かこの苦痛を感じている部分があるかどうか、そういうことか、そのピンポイントで私はフォローアップをするんです。そうすると 95% の確率でパッチを購入する人が出てきます。そして最初ですね、非常にそのこのテクノロジーについて、パッチのテクノロジーについて非常に懐疑だった人もですね、それを関心を持つことができますね。ですから X さんがですね、どういうふうな効果があるか、そしてどのような効果を望んでいるかということを知ることができるわけです。ですから自分がそのこのビジネスに入った時にどういうふうに感じたか、ですからその72時間以内に、あるいは1週間以内に、あるいは1ヶ月以内にですね、どういうふうに感じたかを思い出すことが大事ですね。このカスタマーはですね、90日間そのサンプル、その商品を返品することができますよね。ですから私はサンプルを利用してですね、私がどういう効果が自分にあったかということを効果する。例えばよく眠れたとか、それは運動した後に非常に効果的だったということ。そういうようなフォローアップ、そういう情報提供するわけですよね。そうすることによって、私がフォローアップする前にカスタマーからその連絡をいただくことが増えたんですよね。ですから本当に痛さを感じていた部分が良くなったとか、本当によく眠れるようになったか、なったというような非常に早く効果が得られたということを耳にすることができるんです。本当に基本的なビジネスのそれは概念ですよね。人が成功するかどうか、ディストリビューターを探しているかどうか、あるいはカスタマーの獲得ということについても同じことが言えますよね。ですからそのサンプルについてお話をしているとき、コンタクトを取っているとき、その後のフォローアップとして、そしてその後にもそのどういうふうにその人と連絡を取っているかと聞くのはとても有意義なことですね。ちょっともう少し経験をお聞きしてもよろしいですか。このビジネスとの人と人との関わりを通して生まれたものです。ですからこれは大事な部分ですよね。ですから誰かがどういう効果があるか、そしてまた彼人の目標を達成することができるように人を助けるということが大切なんですよね。そのために必要なのは、その人がどういう目標を持っているか、そしてどのように、共にその目標に到達することができるか、どう助けることができるかということを知ることが必要なんです。そして大事なのは、人が必要とするものを知るためにちょっとのことをすればいいんです。ある人がこの肩を骨折したということが分かりました。ですからその人がすぐにそのパッチの効果が必要だと私は分かったんですよね。ですからそこでその3日間の週末時があったんです。あったんですね。ですから私はサンプルをバックオフィスから注文してですね、彼女の情報を手に入れて、そして彼女に少しそのメモを書いて送ったんですね。できるだけ早くそのパッチを、彼女のサンプルを差し上げたんです。彼女がその効果を感じてほしいという思いでそれを行ったわけです。ですからカスタマーの定着を図るためには、そういう思いが大切ですね。大事ですよね。
その信頼関係というのが非常に重要ですよね。その先ほどおっしゃったようにカスタマーは定着をし、そしてその皆さん、そのカスタマーはディストリビューターと、そして製品とのつながりを信頼することができるわけですよね。そして皆さんと一緒に仕事をしたら、その助けを得られると感じることができるでしょう。ソーシャルメディアというのは非常に強力なツールだということですよね。過去にもお話、一緒にお話をしましたけれども、ソーシャルメディアは素晴らしいツールであって、そしてその人に教え、そしてそのインスピレーションを与え、そして助けることができるということですよね。ソーシャルメディアの使い方は様々です。それをソーシャルメディアをウォームマーケットすることができます。ソーシャルメディアはコールドマーケットでもありますね。ですから、そのコールドマーケットにはメッセンジャーを通して、その誰かがそのオンラインにあるとしたら、その短いメッセージを送ることができるわけです。その人がどういう人かわからないので、本当に直接的にこういうことに関心があるかということを、この本当に直接的に聞くんですね。で、ノーと言ったらそれでも大丈夫なんです。そして、ウォームマーケットの人たちは皆さんの友達ですよね。ですから、その Facebook を通してですね、皆さんのライフスタイル、あるいはその結果ということに関心を持ってもらうことができるわけですよね。なんか彼女がやってることを私も関心があるわ、どういうライフして、ああいうライフスタイルを持てるのかしらという関心を持ってもらうことができるわけです。そしてまた、そして秘密のグループというのもいますよね。製品についてもライフスタイルにとっても、そしてもうストーリーでもですね、そのようなことを全く使わない人たち、公開しない人たちもいます。そういう人たちは ATM を使ったその広告をしたりしてするわけですよね。そこはですね、まだそのビジネスとしては、あるいはそのカスタマーとしてまだ準備ができていない人たちをその秘密のグループにすることができますよね。そしてその時が来るのを待つことができます。私の大好きなストーリーでは、あるクライアントの方が、私の妹のその友達なんですけれども、ある製品についてその私たちが話し合っているのを、その彼女はソーシャルメディアを通して知ったんですよね。そして彼女はこうその自分の問題の解決になるような製品を探していたというんです。しかしながら、私の製品はですね、まだちょっと値段が自分には高すぎると思ったようです。しかしながら、そしたらこのあなたの友達が、この製品についてちょっと知りたく思ってるみたいですよという知らせを受けたときに、私は彼女に言ったんです。これ私が話をしてたのはこの製品のことなのよと言ったんです。そして彼女が持っていた問題があったということを知らなかったんですけれども、この問題を解決するのにどうしたらいいかということを彼女に聞かれたわけなんです。そして彼女にその情報を提供したんです。ですから、私個人とのつながりが最初ではなくて、その第三者のを通して彼女とつながる、その関心をつなげることができたんですね。そしてですから、直接の友達でなくてもですね、その友達のリクエストということをすることができますので、ね、これはシークレットグループというのは、秘密のグループというのは私も大好きです。まだ準備ができていない人たち、しかしながら第三者から話を聞く必要がある人、今あなたがおっしゃったことですよね。しかしながらですね、そのコンテンツをですね、その自分の体験談とか、そういう人たちと分かち合うことができるし、ビデオをポストすることもできるんですよね。そうすることによって、皆さんのと他の人の連絡を通して、その人たちが関心を持つこともあるわけです。またもう一つはですね、自分だけのこれはビジネスはないですよね。
ですから時にはですね、非常に強い人がそのグループに入ってくることがあります。しかしそうでない人たちもいけないです。しかしながら大きなグループのいろんな人のストーリー体験談を使うことによって非常に大きな関心を上げることができるわけなんですね。あなたがおっしゃったようにですね、自分だけの仕事ではない、本当に仕事をたくさんしなきゃ成功しないということではないですよね。自分自身のストーリーはわずかでも、その他のグループの人たち、大きなグループの人たちのストーリーを共有することができるわけですよね。ソーシャルメディアというのは、先ほどあなたがおったようにさまざまな方法を使って人々とつながり、関心をそそり、そして素晴らしいものにすることができるわけです。もう一つ、私のビジネス、そして訓練の中で使ったことがあることなんですけども、このリビングリストということについてちょっとお話を聞きたいんですけれども、私が話し終わったらあなたにもお話ししていただきたいんですけれども、この私はですね、自分の意見ですけれども、ウォームマーケットは常に開放されているということが大事だと思います。その街ですれ違った人、あるいは自分のその美容師であるとかベビーシッターの親であるとか、さまざまな人がウォームマーケットになりうるわけですよね。夫と私は少し、年がいっているのでですね、そのデジタルのものを必ずしも使いこなしているわけではなくて、私は鉛筆をよく使うんですよ。ですからその夫はですね、名前をたくさんその書き出すんですよね。そして思いもしなかった人たちの名前がそこに現れるわけです。その8年間、10年間も会ったことのない人の名前を書いた時にですね、昼ご飯を食べにレストランに行ったら、その人がですね、トラックに乗って駐車場にやってきたわけなんです。そして、おー、しばらくねーという名前を、と言われたわけですね。それがその鉛筆で名前を書き出したことの、これは奇跡だと思います。ですから自分のリストを今日の広げること、そして拡大し続けることが大事だと思うんです。本当に素晴らしいストーリーですよね。本当にそうだと思います。思っていたこと、それが引きつけられることなんですよ。誰かの名前を考えていた時、あるいは誰かについて考えたらですね、それに行動を起こすことが大事なんですね。こんにちは、しばらくあなたのことを考えていたんですよというふうなメッセージを送ることもできます。そのリストを作る ABC ということをお話ししてくれましたよ、ね。はい、時々私たちはですね、その紙にですね、ペンとか鉛筆を持ってちょっと考えるだけですね。本当に平均的な人は何百人もの人たちを知っていると言われていますよね。そして記憶をたどるということをしてみるわけですね。それが私の ABC と呼び方なんですけども、まず皆さんは自分の関係のあるもう全ての職業であるとかカテゴリーを書き出してみるわけなんです。そして例えばそのラストネームの、例えばですね、教師が例えばいますよね。先生たち、いろんな先生を知っていると思います。例えばファーストネームが A で始まる人は知らないかしら。あ、アランと言いました。あ、もう一つ、その B の人はいないだろうか。あ、そうだ、体育の先生が B で始まっていた、ビルだった。特にこういうふうにして名前を思い起こしていくわけなんですね。あなたもおっしゃいましたけれども、でもですね、本当にですね、書き出した名前を引き出しにしまってはいけないです。それを使うことが大事ですね。まず最初にどのように手を差し伸べるかということがわからないという人が多いんですね。
私の夫にどういうことが起こったか、そして私の友達にどういうことが起こったかということを話すんですね。そしてその耳を傾ける用意があるかということを尋ねるわけですね。その関心があるようだったらビデオを送ったりサンプルを送るわけですね。そういうふうな始め方を私はします。本当に素晴らしいアイデアがたくさんありましたね。そのカスタマープログラムについて、今現在そのカナダとアメリカにおいてこれをスタートする予定なんですけれども、このプログラムというのは本当に私はエキサイティングだと思っています。私たちのプレファードカスタマープログラムのようなプログラムを過去にどのような使い方をされましたか？プレファードカスタマーというのはですね、必ずしもその人たちがですね、その決断を迫るということはあまり好きではないので、私はビジネスのディストリビューターを探しているわけではないんですよ。だけど素晴らしい値段で素晴らしい製品を手に入れることができるんですよ。90日返品も可能です。そしてそうすることによるとですね、そのより良いその値段を手に入れることができるんですけど、どう思いますか？ですから90日間返品可能期間でその製品を使ってもらう、そしてプレファードカスタマーとして試してもらうということを私はよく話します。そしてサンプルをあげたりするわけなんですね。そして会社がそのようにプレファードカスタマープログラムを始めるということは素晴らしいですよね。そして皆さんはそのソーシャルメディアだけではなく、皆さん一人一人にはそのメールですよね、その電子メールのリストもあるわけです。ですから例えば人によってさまざまなことに関心があります。しかしながらですね、その関心そのちょっと使ってもらうだけで結果が生まれるので、そうしたらプレファードカスタマーになってもらうことができますよね。あなたはですね、皆さん、あなたのカスタマーを通じて、そして製品を通じて、そしてその製品に対する情熱を通じてですね、たくさんの人を引きつけていらっしゃいます。本当に時間を取って、このように、あなたの知識を共有してくださったことに心から感謝をします。本当にありがとうございました。いや、本当に楽しい時間でした。ではコニーさん、ありがとうございました。それでは残りの時間をちょっとお話を使いたいと思います。皆さんにスクリーンをご覧いただきたいと思います。コニーさん、ありがとうございました。8月は素晴らしい月になりましたよね。私たちそのライフウェーブのファミリーにとって素晴らしい成長の月となりました。そして全てのマーケットにおいて成功が見られました。ちょっと8月のファーストトラックプロモーションの結果についてお話をしたいと思います。そして8月にはですね、いかに成功を収めたかご覧いただきたいと思うんです。8月のファーストトラックプロモーションの合計です。この 1ヶ月、8月ではですね、およそ1922人の昇格がありました。そして皆さんと共にそれを会うことができたことを嬉しく思います。ご覧になっていただくように、すべてこの63,8850US ドルでこの合計収入を提供いたしました。そしてまたこのようにですね、皆さんにこのようにその収入を得る機会を得ていただくこと、本当に素晴らしいことで、また皆さんの成功をこのように祝うことができることは素晴らしいです。そして皆さんがチームとしてまた個人として素晴らしいことが成し遂げたということを知っていただきたいと思います。そして
の PID であるとかバイナリー、そのコミッションを通して、の他にこのような収入が得られたということは素晴らしいことです。またご覧になってください。そのシニアプレジデンシャルディレクターは8月に12人誕生しました。そしてプレジデンシャルディレクターは23名、そしてエグゼクティブディレクターは32名、シニアディレクターが81名、ディレクターは315名、そしてマネージャーはおよそ1500名達成することができました。本当に私たちの期待以上の成績を皆さんが収めてくださいました。8月は素晴らしい月になるということが分かっていました。そして皆さんがそのチャレンジに応えてくださることも知っていましたが、これほどの成功を私たちは期待していなかったので非常に驚きました。そしてまたこの8月にですね、特にこのトップの2つの成功を得たことを一方と紹介することをよろしくお待ちく思います。私は名前を読むのが非常に苦手なのでなんですけれども、どうぞ皆さんご覧になってください。皆さんのグループの成功をどうぞご覧になってください。コーニーさんがおっしゃったことですけれども、ライフウェイドのウェブの素晴らしいことは、私たちが行うことはすべてそのグループのため、より多くのより大きなグループのにも貢献しているということなんですね。ですからこのような昇級というのは皆さんのおかげであり、そして皆さんの助けになるということもあります。特にプレジデンシャルディレクターになった方々、シニアプレジデンシャルディレクターになった方々、本当におめでとうございます。このような成功は人に大きな勇気を与えます。先ほどこのプリファードカスタマーのプログラムについて先ほどお話をしました。このプログラムはまず最初にこの9月末までにカナダとアメリカ合衆国で始まります。そして2021年の1月には他の市場にも広がる、始まることになっています。そしてまたこの素晴らしいプログラムを承継するためのその特別な放送も準備されています。ですからコニーさんがおっしゃったように、非常に素晴らしいプレファードカスタマープログラムを行います。これは明日アメリカとカナダの方々に対して、明日スペイン語でもこれは行われますけれども、残念ながら日本語ではまだありません。本当に皆さんに心から感謝をしています。ライフウェーブへの貢献に感謝をします。本当にこの8月の素晴らしい、その成功によってこの会社の最高の成績を上げることができました。それは本当に皆さんの努力の賜物であります。どうぞこの勢いをこの9月にそれを進めていきましょう。その推進力を失わないようにしましょう。そしてその皆さんの夢を実現するために、そして皆さんのチームの人たちの夢の実現に努力をしましょう。本当に皆さんありがとうございます。本当に心から感謝します。そしてこの最初のライフウェーブコネクトウェビナーに参加していただき、心から感謝をします。次のこの日本語によるウェビナーは来月に行います。またビジネス関連のウェビナーになります。どうぞ皆さんまた参加していただけるよう心からお待ちしています。さようなら。 Certainly don't want to miss out. Have a wonderful evening. Again, thank you so much for plugging in. Bye bye.